それでどこに住んでたって？あの今度またもうちょっと築地の方へ戻ると路地なんですよ、うちは。すいません、路地のお嬢と呼ばれて違うか。あ、ゴミ箱がある、ここです。これね、今ビルだからこんなに後ろに下がってるけど、木造だからもうちょっとね、1メーターぐらい出てて、だからすごい狭い路地だったんですよ。いや、この下水が真ん中だった。うん、そう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 、そんな感じ。家があったんだよ。うん、そうね、小学校が朝が集団登校で、登校班という言い方してるんですよ、うん、それみんなね、対面の人も登校班って言ってた。で、集まるのがここの角の馬場薬局さんの前で集まって、幼稚園から6年生までみんなで手をつないで一緒になって集団登校していったの。うん、いや、やっぱり交通の問題じゃないですか。うん、だって私自転車乗れないんですよ。それは小学校の時に交通が激しくて、自転車でなんか事故あったら危ないから、持ってる人はしょうがないんだけど、これから自転車買おうと思う人はやめなさいって学校から言われて。でもみんな私と同世代の子って自転車乗れない女子多いですよ。男の子はそんなの言うこと聞かないで買っちゃうけど、うん、女の子はちゃんと真面目に。いや、自転車でね、うん、自分の世界が広がるのが男の子は大好きだった。あ、そうですよね。全然違う世界、広がり方が違う。勝どき橋の方まで行っちゃったりとかね。そうそうそう、うん、でも学校でダメって言われるから、やっぱ自分の世界を自分で広げていくときに、うん、その交通ってすごいんだよ。だから今みんな、うん、車に乗ってポッと置いてかれるわけですよ。そうですね。だから連続してないわけ、家から。ポツンポツンとね。そう、あとそれがじゃあ男子の楽しみだとすると、うん、女子の楽しみは昭和30年から40年って結構おしゃまなんですよ。おしゃまさんなの。ザ・ピーナッツとか。あ、分かった。で、つけまつげとかをタレントさんがし始めてて。夢で会いましょうのとかな。で、ここがスーパーだったんですよ。絹屋って言って、絹屋のスーパーって知らなければモグリだっていうぐらいに、っていうのはこの辺、旧小引町、京橋小学校の卒業生っていうのは、スーパーってほら、アメリカから入ってきた郊外型だから、この辺はやっぱりちっちゃい小売りのお店が多かったから、スーパーって全然ないわけじゃないですか。今もすごい少ないし、でもなんか憧れなんですよ。わかりますよ。っていうのは対面販売だと子供って買い物なかなかできなくて、気が引けるというかね、気遅れするというか、お母さんに言ってらっしゃいとかね、っていう感じ。いや、本当そうですよ。だけどスーパーだと自分で勝手に棚から商品持ってってレジへ持ってけばいいじゃないですか。なるほどね。と割合とちょっと親に怒られそうなものとかも買えるわけですよ。で、ここのスーパーそんなに大きいスーパーじゃなかったんだけど、雑貨から食料品からいろいろあって、で子供用の化粧品ってあるじゃないですか。わかります。とかつけまつげとか、そういうのも売ってたんですよ。いや、私は買ってないですよ。私はね、いちご味の歯磨き粉とかバナナ味の歯磨き粉って、親に言うとそんなもん買ってどうするのっていう、そういうようなものを買ってましたよね。だから絹屋のスーパーちょっとみんな憧れ。うん、そうそうそう。路地の両側にあったんだ。あ、そう、うちがだいたいこの辺ぐらいかな。だいたいここも職人さんが多くて、うちの隣はお洋服、松屋の紳士服の仕立ての受けをやってるお家で、で職人さんが何人かいて。仕立てね。うん。なるほどね。で、そこは職人さん何人かいるので、遊びに行って、子供ってそういう仕事を見るの好きじゃないですか。でじっと見させてもらって、そうすると業務用の大きいアイロンがあるんですよ。で職人さんたちがおやつ代わりにコッペパンをアイロンで潰すんですよ。要するに何だろう、ホットサンドみたいな感じ。分かる。ですごい美味しいんですよ、それが。そうだね。でそれをもらって、で私アイロンパンって言ってて、でアイロンパンくださいってパン屋さんに行ったら、何ですかそれって言われて。
アイロンパンね、あ、いいかもしれない。うん、そうだよね。そう、あとその先にはちょっと2号さんのお家があって、うん、ちっちゃい女の子がいて、うん、おやつが、いいおやつが出てきたりとか、うん、分かりますよ。うん、そんなこと言ったら奥のビルなんて2号さんだらけだったんだよ。あの実は知ってます、うん、であと向こう側にお寿司屋さんがあって、そこのお寿司屋さんのおじちゃんおばちゃんにも可愛がってもらってて、でお手伝いするつもりで行くんですよ。うん、そうするとあのお寿司屋さんだからご飯いっぱい炊いて、であの酢飯を作るわけ。そうね、でその横でうちわでパタパタ叩いて、お手伝いをするわけ。それがすごい嬉しくて、あとおじさんがその下ごしらえをするときに目打ちで、あのなんだっけ、穴子をパンと打ちつけて、うん、でそれを裂いてチューって、ね、そうそうそう、あれ見てるのがすごい好きだね。だから生活の中にその社会をその学ぶというか、そういうシーンがいっぱいあったんだよね。そうですね。で見てるでしょ、うん、とそこもあのおやつっていうか、ちょっと小腹の腹の虫を収めるためにっていうので海苔巻きをくれるんですけど、中身がガリなの。だから子供は贅沢させちゃいけないから、でましてや売り物をね、そういうのでやっちゃいけないから、ガリはお客さんにタダで出すわけじゃないですか。そうだね。だから海苔巻きの中にガリを入れてほいよってちょっとくれんの。でそれは今でも好きです。お寿司屋さんに行ってね、追いはぎしてね、であのガリを入れて食べちゃう。美味しいですよ、それすごく。あとお寿司屋さんとか、あのね、ちっちゃい事務所がね結構多かったの。うちの前はちっちゃい広告会社って言っても、あのなんだろう、それこそ町のお店のチラシ作ったりとか、あの電柱の看板の広告とか、ああいうの作るお家とか、あと印刷屋さんが2軒ぐらいありましたかね。ガッチャンガッチャンやってて、それでそこのお家があの時々くれるのがすり見本、うん、あの年賀状を毎年毎年刷って干支が変わると変わるじゃないですか。ちょっと次の年いらないから、それを閉じたやつをなんかもらってきて、それになんかお人形さんとかお絵描きして遊んでましたよ。環境の中にその社会がもうあったんだよね。うん、今みたいにこうみんな隔離されて分離されてないから、うん、もうすぐそこでも交番の人から何からもみんな遊んでもらったりね。あ、だからね、あの子はどこの誰っていうのは分かってて、うん、でおかしかったのが、この通りにやっぱり職人さんなのかな、昼間からお酒飲んでるおじさんの家があって、で多分なんか雨が降ったから仕事ないとかそんな感じだったと思うんですけど、それでお酒がすごい好きな人で、で奥さんが怒るわけですよ、お酒買うと。で私を呼んで、悪いけどあの向こう側に山田屋さんという酒屋さんあるから、そこでお酒買ってきてくれるって言って、お使いできると嬉しいから買ってくるわけですよ。で奥さんには内緒でそのおやさんは飲んでるわけ。たらその山田屋さんは私がここのうちの子だって知ってるから、うちの母に、お宅はよくお酒召し上がりますねって言われて、うちの母びっくりしちゃって、えっていうので、あんた山田屋さんお酒買いに行ってるのとか、うん、あそこのおじちゃんに頼まれて行ってるのってのでバレちゃったもん。2丁目の商店街はだいたいお使いに行くってこともあるから、どこの誰ちゃんっていうのはだいたい分かってるんですよ。であと1軒うるさいおばさんがいて、えもうちょっとこの半ばぐらいなんですけど、ちょうどあの木造の家あたりなんですけど、そこのおばさんはこの近所で有名だったらしくて、でも私すごいしつけをしてもらって、なんかたまたま母親と一緒に遊びに行って、まあなんかおしゃべりしてる横でじっと座ってて、で目の前におせんべいかなんかがあったんですよ。でおせんべい食べたいからこうやって手で取ろうとしたら、ペチッと叩かれて、子供が手を出すもんじゃないって。で要するにそばに大人がいるときは必ずおせんべい食べたいので取ってもらえませんかってお願いして取ってもらいなさいっていう、そういうことをよそのうちの子に言うおばさん。普通にいたんだよね。いたいた、うん、そう。今みたいにあの感触を起こすようなおじさんじゃなくてね。だからそのやられたこの親が逆切れしちゃうような、そういう世界では全くなくて、お互いにね、そうそうそう、町で育ったっていうことはさ、うん、家庭っていうのが外に広がってたんだよね。うん、